エクスプローラーはギブソンのエレクトリックギター。1958年にフューチュラという名前でデビュー。兄弟機のフライング V 同様に先進的、未来的ボディデザインを持つ。発売当初は受け入れられず、1959年には生産中止になるが、1975年、ギブソンは他社がルージュデザインのギターで成功しているのを受け、再生産を開始した。 ギブソンが1958年に制作したオリジナルのコリーナ財政エクスプローラーは100本に満たないので、その希少価値から大変高価なコレクターズアイテムとなっている。また U2 のギタリスト、ジ h が長年愛用した1976年製のエクスプローラーは2008年にハリケーンカトリーナ被災者救済のため行われたミュージックライジングオークションで売却され、 8万ドルの落札予想価格を大きく超える15万ドルの値が付けられた。スタジオエクスプローラーやマティアスやプスデザインのボディを通常のエクスプローラーの90%サイズにしたエクスプローラー90を含め様々なバリエーションのエクスプローラーが存在する。1979年にはウォルナットとメープルの5ピース構造、コンター加工ボディのエクスプローラー2という名で知られる。 E2 を発表。これは1983年に生産中よされた。エクスプローラーはフライング V、SG、レスポールと同様フラットブラック仕上げのゴシックラインも作られた。エピフォンブランドでもコリーナ材やエピフォン独自のゴシックモデルが作られている。2008年にはシェープを上下逆にしたリバースエクスプローラーが1000本限定で発売された。 極初期のプロトタイプには、ヘッドが正式に販売されたいわゆるバナナヘッドではなく、フューチュラで採用されていた、V シェイプの非対称ヘッドが採用されていた。そのプロトタイプは、ディック・デ・リンジャーが長らく所有していたが、後に、スコット・チナリーの手に渡っている。なお、オリジナルのフューチュラのプロトタイプも、複数原存が確認されている。高見沢敏彦が所有している。 ユニオンジャックペイントのエクスプローラーはコピーモデルではなくギブソン純正モデルである。その他にエクスプローラータイプのギターを製造したメーカーはディーンやアイバニーズ、ヤマハ、クレーマー、PB、ラド、ラドなど多数存在する。2007年 XBOX364 ゲームギターヒーロー2がエクスプローラーを模したギター型コントローラー同梱で発売された。 サードパーティーが、プレイステーション2用ギターヒーロー向けに出した、コントローラもエクスプローラータイプであり、マッキントッシュと PC 用のギターヒーローさんも、エクスプローラー型コントローラー同梱で発売された。ありがとうございます。